アビゲール・ウィリアムズは、アメリカ合衆国、フェニックス出身のシンフォニック・ブラックメタル・バンド。バンド名は、セーラム・魔女裁判の告発者の一人である、アビゲール・ウィリアムズに由来する。バンドメンバーの入れ替えが多く、中心メンバーの喧騒セロン以外のメンバーは、流動的である。さらに、バンドの本拠地の移転が多く、現在まで4回の移転を行っている。また、 二度の解散を行っているが、いずれも一年と経たず再結成している。アリゾナ州フェニックスにおいて、2004年末に喧ーセロンによって結成。結成からしばらくはメンバーが固定されず、多くのメンバー変更が起こっている。結成初期は、当時アメリカで流星しつつあったメタルコアを演奏していた。その後、バンドはインターネット上でデモ音源を公開した。これが、 きっかけとなって、イギリスの大手レーベル、キャンドルライトレコードと契約することとなった。契約と前後して、メンバーが大幅に変わり、喧騒セロンが、ボーカルも兼任するようになった。ちなみに、このネット上の音源は、後に、ファンが勝手に、ギャロヒルという EP にまとめるという事件が、発生している。2006年には、エンペラーのカリフォルニア公演で共演。さらには、 スーサイド・サイレンスらとイギリスツアーを共にしている。2007年初めにはダーク・ヒューネラル・エンスレーブドの北米ツアーにも参加している。これらのツアーの最中にファースト EP ・レジェンドをリリースしデビューしている。実際はフルアルバムをリリースする予定だったが曲数を揃えることができず EP としてのリリースとなった。レジェンド時点でのメンバーは喧騒セロン ビョーン・ダノブ、ブラッド・リフス、カイル・ディッキンソン、アシュリー・ユルゲマイヤー、ザック・ギブソンの6名であった。しかし、2007年初めのツアー終了後に活動を停止し、解散する。解散後、ケンソーセロンは、マイケル・ウィルソンとトーマス・ヘイウッド・ジュニアと共に、新バンドを立ち上げる。しかし、このバンド自体は短命に終わり、この3名を、復活後には、 解散時のメンバーのうち、ビョーンダノブ、ザック・ギブソンが復帰、新たに、クリステン・ランドールが加入した。また、再結成に際して、活動拠点を、オハイオ州、クリーブランドに移している。復活から間もなく、クリステン・ランドールとザック・ギブソンがバンドを離れ、アシュリー・ユルゲマイヤーが復帰している。ドラムスについては正式メンバー加入が遅れ、ファーストアルバムレコーディング開始時には、 正式メンバーはいなかった。そのため、ファーストアルバムの楽曲の多くに、元エンペラーのタリムが、セッション、参加した。また、この間に、サム・ポーリセリが加入。ファーストアルバムの数曲をサムが担当した。2008年にファーストアルバム、イン・ザ・シャドウ・オブ・エイ・サウザンド・サンズをリリースした。リリース後、活動拠点をニューヨーク州、ニューヨークへと移転。その後、 2009年までに、ケンソーセロン以外の全メンバーが脱退。ケンベディン、アラナポトクニック、イアン・ジェケリスが加入し、4人体制となる。また、ケンソーセロンが、ボーカル、ギター、ベースを兼任するようになる。しかし、2009年中にアラナは脱退し、3人体制となった。キーボードは、ケンソーセロンが、さらに兼任することになった。この間に、 ファーストシングル、ウォッチタワー、セカンドシングル、マリディクションをリリース。3人体制のまま、2010年にセカンドアルバム、インザ・アブ・センス・オブ・ライトをリリース。2011年に、ケン・ベリンが脱退。ザック・ギブソンが復帰し、並行して、アラン・キャシディも加入。また、グリフィン・ウィタワが加入。しかし、グリフィン・ウィタワは短期間で脱退し、ジェームス・ユングマンが加入。 さらにジェームスも短期間で脱退し、ブライアンオサリバンが加入した。2012年にサードアルバム、ビカミングをリリース。ただし、このアルバムでは、ほとんどの楽曲でベースを、ケンソーセロンが担当している。同年7月に解散を発表。しかし、短期間で再結成。また、アシュリー・ユルゲマイヤーが加入するが、2013年には、アラン・キャシュリー。 アシュリー・ユルゲマイアート・ブライアンをサリバンが脱退した。同年に、ジェフ・ウィルソンが加入した。2014年になって、ウィルリンド星とチャーリー・フェルが加入する。この夫人で、ホースアルバム、ザ・キュザーを2015年にリリース。しかし同年中に、ベーシストが、ウィルリンド星から、マイカ・レオネッティに交代。加えて、チャーリー・フェルも脱退する。2016年にはマイカ・レオネッティ。 イアン・ジェケリスも脱退し、チェイソン・ウェスト・モアランドが加入し3人組となっている。2017年1月にフィンランドのブラッド・ミュージックと契約した。これとは別に、ウェスト・モアランドとウィルソンも相次いで脱退してしまい、喧騒セロンの一人バンドとして活動を継続。2019年にフィフスアルバム、ウォーク・ビヨンド・ザ・ダークをリリースする。なお、本アルバムのベースパートは、 元メンバーのブライアン・オサリワン、ドラムスパートは、フィアファクトリーのマイク・ヘラーが務めた。ありがとうございます。